か怖い人みたいです。なんか言ってくださいよ。じゃあ今日はこの格好どん、ね、お相手がどんな格好してきてくれるのかがちょっと気になるところなんですけど。この方ね、プロフィール見てたらね、はい、まあもちろんよく知ってるんですけど、はい、関西の人なの。びっくりしたわ。そうですよ。しかもラグビー慶応学園のね。ねえー、あ、そう。はい。それでは読んでみたいと思います。本日のゲストは高橋光臣さんです。どうぞお入りください。ありがとうございます。はじめまして。はじめまして、高橋光臣です。はじめてや。はじめましてですか。大阪のどこなんですか。大阪の摂津というところです。摂津ですか。知ってました、はい、まあ今日はこのどう初めてしました、この格好。そうですね、ちょっと役では初めてですね。え、はい、いや仕事はしてたんですか。あのバイトとかしていた時にこの格好してたの。はい、こういうあの現場で、現場でバリ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 やってた。あ、へー、ご覧なんかもう勝手にもらってほんとそう、ほんとそう。あ、そうなの。止めちゃ止めちゃ全然知らんとこ行ってまおう。ではセットご紹介したいと思います。本日のお二人に演じていただきます即興ドラマの設定は工事現場をご用意しました。どうぞご覧ください。そうですよね。これすごくよくできてますよね。じゃあ設定を決めましょうかね。本日は今もうやっぱりこれ伊藤に決めてもらおうや。あの人がこれを作ったんですよ。奥からお二人とも奥から入ってみて、お二人で出てくる、はい、一緒にね、はい、同時にこっちこっち奥ですね、セットの。あ、設定的には奥からもうスタンバイしてるんですか。あ、はい、もうすぐ始まりますのでね。ガチ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 。さあ、それではそろそろ参りましょう。カウントダウンお願いします。即興ドラマ収録10秒前。9、8、7、6、5秒前。4、3。まあそこを直すにはやな。ないですよ。はい、でもしゃあないわな。木村、今日来たらええのかい。休む言うてましたね。いや、そうか。俺も木村、この間入ってきよったとこやからあれやけど、木村のこと知ってんのか、はい、割と。いや、この間仲良くなったんで、すげえ知ってますよ。な、どうなるんだ、あいつ。バイト、ちょっとしんどいから休むんですけど。いや、わかんないです。本当かは知らないですけど。あ、そう。はい。お前これここに来てどれぐらいなんねん。いや、一昨日からなんで。岡本君、んだら木村とはここで知り合ったんか。そうっすね。作業始めてもいいんすかね。いやいや、あかんあかん。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと俺が指示するから。はい、はい、もしもし、もしもし、あ、現場で、あのね、本社の、はい、いや、木村は今日来てないんですよ。岡本は来てます。あ、わかりました。はい、これガチ袋ってどこにあるんですかね、これ。え、何ガチ袋。ガチ袋は、ガチ袋どこやったかな。はい、お前渡したらさっき。いやいや、もらってないです、もらってないです、もらってないです。え、もらってないっすよ。どこ行ったんガチ袋。わかんない。こんな時間までお前あんまり働いたらあかん、もうちょっと早返せよって言うてんねんけどやな。え、誰がっすか。いやいや、あの向こうの監督がな、本社の監督やな。もう終わらなあかんで、近所やかましから言って。あのすげえうるさい、うるさい。そう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 、
言われてんねんけど、もうちょっとやらな、お前これ作業だいぶ遅れるからな。いや、僕ずっと何やっていいか分かんなくて、昨日も入ってたんですけど。それはお前、そのいや、お前経験ある言うたからやっとったんやねんか、岡本。お前経験ある言うたからやな、はい、やったんやけど、経験あんのちゃうんか。え、まあ派遣ですから。派遣か。お前のほんだ何やってんねん、普通は。普段ね、ミュージシャンか。いや、違う、そっち関係ですけど、夢追い人っす。そんなん多いねん、ここへ来ては。お前夢追い人や、夢追い人や言うてやな。あのな、あのほら、あいつ、あの今ようテレビ出とるわ、はい、あいつもここ出身やって。え、誰ですか。あれ久保井とったやん、久保井とったやんけど、な夢追い人や言うてやな、言うとって名前売れへんがなと思ったら、ドーンと一挙った名前出てけへん、ここまで出てけへんがな。あ、うん、あいつもそうやったな。それからほれ、あのお笑いのあいつもそうやったわ。ちょ、畑中さん、はいはい。え、久保って言ってました。久保や、久保、ね、今ね、ここまででかかったんねんけどな。いや、久保ですよね、久保。うん、それ偽名ですよね。まあまあ言うたら、え、久保が偽名かい。じゃないですか。ここへ来るやつな、前何やってたか分かれん、今何やってたか分かれんで、ようあんねん、その先の木村もな。お前今日へんかったらええねんけどな、もう、はい、多分逃げとんねんわ。あの警察からお前電話あったんやん。え、誰木村、お前と喋ってた言ってたやん、さっきちょっと喋った、はいはい、あれやん、あれがやな、せやな。うん、何やったんすか、あいつ。知らん。どうやなったんやん言うて。何あいつ、すっげえ、なんか優しい声でいろいろ教えてやるからとかつって言われたんですけど。金貸してないか、お前。いや、貸してますよ。お前大手2日目ぐらいで金貸してるのか。いや、今日返すからって言われて。そういうところがお前岡本甘いねん、そんなもん。え、たまたまあったからいいかな。何も貸したよ、何も。2000です。お前金もないのに、お前。ん？コンビニの、まあこのベラベラお前に喋ってもらえないけど、コンビニのモニターに映ってたんやて。木村っすか。木村。いや、だから下ろすとこ、金下ろすとこ、コンビニのモニターに映ってたんやて。万引きとかじゃないんですか。万引きやないがな。ね、知らん、それ以上言うてくれへんかったわ。いや、あれやったけど、それは本人のあれやないけど。いくら下ろしたんですか、あいつ。そんなん、いくら下ろしたか知らん、そんなん。警察さんなことで、コンビニのモニターに映ってた言うてんねん。マジか。マジか。いやいや、刑事が来てな、モニター見た時に、木村、絶対木村やこいつな、横にちょっとお前似たやつが映ってたからやな。せやから、それは、いやいや、それはお前と木村はここにおって作業であれやってるからやな、そりゃそうやろうけども、うん、お前は何もせえへんで、お前のことは言うたはれんかったから。でも、いや、するわけないじゃないですか。そりゃそうや、お前は何もしてないからやな、あれやろうけど、お前が2000円貸してんねんから、そりゃええけど、モニターの半分にちょっと映ってた、お前似てるとかじゃないよ。でもちょっと、この作業着で、木村は確かに木村やねん。横に映ってんのが誰かよ、お前かなとか思ったけど、さっきちょっと探りに行ったけど。え、それ見たら完全に俺だったんですか、それは。まあな、モニターやか分からへんけども。なんで分かんないの、俺のせいにしなきゃいけないんですか。警察が言うてるからやから。警察だったら何でも調べるんですか、あんた信じるんですか。警察に言われたらお前言わなあかんねん。前もそんな事件に巻き込まれたことがあったからな、ここのやつが。いや、お前疑ってるわけやれんがな。疑ってるじゃないですか、俺のこと。疑ってるわけやないっちゅうてね、話聞いてるだけや。ほんだそんな、お前そう言うな、言うな。あかたたたたたたた、すまんすまん、お前感情あれして悪かったけど、いやいや、だからちょっとな、木村とお前知らん言うて、お前木村のこと知らんのか、知らんのか。知らないって言ってんじゃないですか。はい、分かった分かった。いや、それ分かったで、それで、ね、何覚悟を持ってんねん、何覚悟を持ってんねん。別に
何覚悟を持ってんねん。入れとけもうここへ。やろよすな。だからな、それ言うてはったんやな。岡本が何もしてなかったらそれでええがな。お前はやな、これから夢追い人として生きていかなあかんねんさかいな。ちょっといっぺん飲みに行こうな。飲みに行こう。浅田さん。え？今の俺なんてね、こんな作業場でね、作業して昼飯食って疲れて家帰ってまた飯食って寝て、でまた次の日またここ来て、俺芝居やりたいんすけど。まあな。だからな、芝居で食うていこういうのは難しいね。今みんな芝居言うてるけどな、バイトしてやで、で切符打って、で何もそこでは収入得てないのに役者言うてる人が多いねやな。せやけどええねん、自分の夢をお前追うてるねんから何も悪ないやねんかい。せやろ、世間にお前なんか悪いことしてるわけやないかな。自分の夢に正々堂々と食われへんかってもええわけやんか。食えなきゃ意味ないじゃないですか。意味ないよ、意味ないよ、意味ない。俺ら何のためにやってんのか分かってんすよ。夢を追うてんねん、そんなもん。ほんだらやで、そんなもんお前、あのな、何努力したんや言うてみ。お前が一体何を努力したのか言うてみ。だから何をすりゃいいのかが分かんないんですよ。こんな毎日毎日作業して、家帰って風呂入って寝て、何すりゃいいんですか。わしな、わしも若い自分お前にちょっと似たようなことを目指してたんや。せやけどお前ついついその食われへんさかやめてここへずっと来てしもた。せやけどそれはお前食われへんっていうことはしゃあないけど、せやけど自分のしたいことやっとんねやろ。そんでええやないかい。人さんに迷惑かけることはやってないんやろなあ。やってないです。何やってたんですか。俺が、はい、俺も自分で劇団立ち上げてやったんやけど。え、自分で劇団立ち上げてやったんや。下北の駅前劇場とかあの辺でよ自分でやってたんやけどな、結局はもう途中でもう飯食えんようになって、で劇団の女の子が子供産んで、もうそれで夢諦めてこっち来たんや。せやからお前みたいなのちゃんとやってほしいね。劇団の名前なんていうとこですか。119言うね。119言うで、ちょうど、いやでも年いってからやりだしたからな、お前ら知らんわ。ええ、知ってます。え、119知ってんのか。はい、下北や。で旗揚げ公演しました。そう、それ見てこの世界入ったんです。あのお芝居ですよね。お芝居の途中で真ん中にでっかいなんか渦を巻いたトグロを巻いた黄色い物体がドーンと落ちてくる。そうや、もうそれ見てんのか。はい、あれですよね、そのトグロを巻いた黄色い物体の先っぽから人がポッて出てくるやつですよね。そうや、それ出てくるの俺。見てました、見てました。119知ってんのか。いや知ってますよ。だからやれっちゅってん、ね、お前怒んなよ、はい、君らとは何もやってないんやろな。その隣におったんは違うやろな。お前よかったな、
ってていいんですかね。やれ。俺のできんかった夢叶えてくれ。やれ。はい、OK です。俺ちょっと待ってろ。119黄色の特動を巻いた物体でうんこちゃん。そんな劇団なの。改めまして本日のゲストは高橋光臣さんです。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、さっきのね、覚悟で殴られるのかなって。とにかく覚悟だけ下ろしてくれと。いや、僕、そのメッセージかなと思って、うん、どこで殴ったのかなって思って。怖い。この頃そんなんね、そんなん、おあつらい向きに後ろ向きになってね、向こうに行ったりするから。それやったらなんかボール紙みたいなの用意しとくやん。ほんまに覚悟やよ。本物のね、木ですもんね。それじゃあ行きましょう。はい、はい。木村、今日来たらいいのかい。休む言うてましたね。いや、そうか。お前、この間入ってきよったとこやからあれやけど、木村のこと知ってんのか、はい、割と。いや、この間仲良くなったんで、すげえ知ってますよ。どうなると大丈夫。バイト、ちょっとしんどいから休むんです。これ、不思議な立ち上がりですよね。もう木村っていう人を置いて、うん、なんかその人で謎を作ろうと思ったんですか。いや、まあなんかいろいろ振っといた方がおもろいかなと思って振ってたんですよ。こういう時はなんかどうしようどうしようと思ってるんですか。これもう前半はもう終始受けに徹しようっていう僕のなんかちょっとプランがあり、はいはい、うん、ほんでこれや思ったとこキャッチすると。そうですね。どうぞどうぞ。まあ そのやり方はねすごいいいんですよ、うん、本当に。まず聞くっていうことですね、うんうん、どうぞ。お前元々経験あんのちゃうんか。まあ、派遣ですから。派遣か。お前の女は何やってんねん、普通は。普段はね、ミュージシャンか。いや、違う、そっち関係ですけど。夢追い人っす。夢追い人っす。ストップ。ものすごい若ぶったな。二十歳ぐらいの感覚で言うてるで。そうですね。リアルに僕が若い頃ちょっとイメージして立ってたので、ずっとバイトはある程度まではやってた。やらない期間があったり、突然なんかこういろいろあって、うん、まだやったりとか。そうすると継続的なの難しいから、こういうね、なんかこう短期的なものでポンポン入っていかないとね。コールセンターとか多いんですよね、劇団員の人って。そうです、結構いろいろ多いみたいな、うん、劇団員に流通してるバイト。うちの息子もずっとやっとったわ。あ、本当ですか、うん、でコールセンターで知り合ったのと結婚したんやな、はい、夢追い人やった。あっちにもこっちにも夢追い人。うちの息子も夢追い人やったんや、ね、東京多いですよね、夢追い人、ね、夢追い人。そうですよね。どうぞ。え、でもたまたまあったからいいかな。何も貸したんや、何も。2000です。お前、金もないのに、お前コンビニの、まあ、このベラベラお前に喋ってもらえないけど、コンビニのモニターに映ってたんやて。木村っすか。木村、ここら辺で僕もう完全に、あ、鶴瓶さんが僕が何か悪いことをしたんだっていうのをなんかメッセージとしてなんか、そう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 、もう受けたんですよね、ここら辺で。そう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 。で、ああ、じゃあそっちで木村に下ろさして、この岡本の方が悪いというように持っていこうかなと思ったんです。はあ、なるほど。裏で手を引いてたのは岡本だから、横でちらっと映ってたんじゃないかというのを警察に言われてるんで、こいつが主犯格やでと。ああ、なるほど。最初から木村じゃなくて岡本を怪しい、そう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 、怪しいと思ってたっていうのをもうすぐ、でも分かったんですよ。分かって警察が言うてるからやな。警察だったら何でも調べるんですか、あんた信じるんですか。警察に言われたらお前言わなあかんねん。前もそんな事件に巻き込まれたことがあったからな、ここのやつが。いや、お前疑ってるわけやれんがな、急に。疑ってるじゃないですか、俺のこと。いや、お前疑ってるわけやれんがな、急に。疑ってるじゃないですか、俺のこと。こうなりますよね、人ってやっぱりね。
感じるままに行こうって感じでしたね。ここ木村をもっと悪いこと言うとどっか木村埋めてきたんかもからな。まあ来ないんですからね。ね、あのモニターに映ってる木村のせいにしといて。ね、えらい事件やね。ね、爽やかなふりして ね。どうぞ。劇団の女の子が子供産んでもうそれで夢諦めてこっち来たん。せやからお前みたいなのちゃんとやってほしいね。劇団の名前なんていうとこですか。119言うね。ストップ。これどうしようって劇団の名前ここでお前考え言うことやろ。そういうことですよね。ほんと変なちょっと笑いに走るような劇団の名前やったらもうここの感情の入れ方やから台無しやからなんかないかなと思って。どっから引っ張ってきたんですか。助けてやんか119。そこから。あ、そういうことなんですね。私何かこう119番へみたいなの貼ってやったかなと思ったんですけど、うん、だからそうだったんや。心の叫びが呼んだんだ、ね、そうそうそう救急車。出ていいんですかね。やれ。俺のできんかった夢叶えてくれ。やれ。はい、OK です。初めどうしようかとかほんま探りながらだったんですけど、結構自分が過去に見たそういう景色だったりとかっていうのをかなり僕も信じられないくらいどんどん出てくるんで。ずっとこう悩んだ時期あった。こういうリアルな悩みっていうのはずっとありました。俺は一体何してんのやろ、いつこう声くんのやろというところってあったやろ。やっぱり常にありましたね。やっぱり仕事させてもらってても、うん、来週あるかどうかあるかどうか分からないし、言うても俺らでも分からんで。せやろ、うん、そっちもそうやんか。分かんないですね、うん、それはね、うん、俺はもう今やれてることが一番なんや、うん、そこを噛み締めないで、あ、そうですね、先行くよりも本当に紙を一枚ずつ積み重ねていくようにある種努力してることが大きなもんなんねんもん、うん、そんなもんこんな辞書を最高師匠からできたわけじゃないやんか、うん、だから何していいか分からんけど、とにかくやると、どの商売でも、うん、それがやっぱ向いてくる、うん、いいこと言うで、うまいこと。それさえなければものすごいいいことですよね。もう最初黄色い渦とかにしようと思ったら、そんなことは許されない、いい話に。あのシンプルにバトンでどうですか。バトン、鶴瓶さんは誰かからバトンもらいましたか。あ、そういう意味ね、それぞれのバトンね。こっちじゃないですよ、うん、そのつもりじゃないの。分かってる分かってる。何のバトン、何のバトン。この人は誰からバトンもうたんか。あ、そうか、そうするとバトンもらう。だからあれでしょ、出会ったんですよ、バトンをもらえる人に。やっと。ああ、そんないちいち注釈つけなあかんようなタイトルあかん。絶対あかん。却下。却下当たり前。何がいいかな、何がいいと思う。バトンにします。バトンでいいです。